スシ、えー、ローペロペロ騒動が話題となってますがスシローだけじゃなくほぼ飲食店でそんなことは日常茶飯事に起こってる気がします、えー、確かにあの動画を見て席に置いてる醤油とか使えなくなりましたこれは別にあの僕その飲食店がそうじゃなくてボックス席が悪いんだと思ってるんですよねうん 普通の飲食店って、まあ、ファミレスとかでもボックスじゃないから他のテーブルが何してるか見えるじゃないですか。で、回転寿司とかも基本全体が見えるから、その他の人が変なことやってないのも見えるじゃないですか。だから僕、うん、ボックス席で回転寿司という形状の結構スシロー固有の問題もあるんじゃないかなと思ってるんですけど。ボックス席があるのはスシローだけなんですかあんまり僕、行ったことないんですよね、それ以外の。 渋谷の回転寿司とかだと、なんかあのレールに乗って指定されたところに、きゅうってくるとかなんで。だ、はいうん、かなんかあの回ってるやつで、ボックスってあんま僕見たことないですよね。なるほど。これね、なんでこんな大騒動になってしまったのかな。ただ、日本人は食い物に対する恨みがでかいのと、誰でも文句を言いやすいっていう話題であるあほら、かつてね、グリコ森永事件っていうのはあったじゃないですか。はい,は,いはい、はい、はい、はい。お菓子にさ、えっと、青酸カリを入れて、ストアとかに置いて。 だっていうで、脅迫状が来て、狐つの男が出てきてとかっていう、うん、あれってさ、なんでって、あれは株価操作の可能性があるとまで言われたわけ、うん、ありましたね、そうです、はい、要するにさあの、社長が誘拐されてお金を目的としたというのは競争であって、実は株価操作だったっていう話が出てきたじゃないですか。うんうん、で、そういうことがさ、食い物に関する日本人の脆弱性、 パニックになりやすさっていうものをついてきているからこんなに大騒ぎになったんだろうという気がするんですけどね。そうですねただ僕は結局あの動画を拡散した人が悪いと思ってる派なんですけどうんだから例えばその NHK のアナウンサーがその回転寿司屋で高校生がお寿司を舐めて醤油を舐めて戻しましたって。 文章で言ったとして、みんな風運で終わりだと思うんです。風運で終わると。あの映像を見たからっていうのが多分大きくて、か,かつてさ、うん、ツイッターであったじゃないですか、あのアイスクリームのさ、 あの、ボックスの中に寝てみたりさ、ツイッター初期のこれ <laughs> バカったって呼ばれててさ、バカ発見機ってあれと同じなんだよね。まだやってるのかっていう感じは私はしますけどね。うん、なるほど。拡散した側がその人に不快感を作ったっていうような気がするので。<laughs> まあそうですね。なのでなんか、一概にその高校生一人が追うべき責任ではない気がするんですよね。まあしかも、これは犯罪として考えるならば、それほど重大な犯罪にはならないからね。 まあ、みんな知らないだけで飲食店なんてそんなもんですからね。そう,そうそうそう。それはさ、<laughs> はっきりと認識しといた方がいいと思うよ。あの映画とかでさ、ハンバーグの中につば入れてさ、出すとかっていうのってさ、アメリカ映画でよく出てくるじゃないですか。ああいうことってさ、ありうるんだよ、本当に。<laughs> そうなんですよね。だからなんか<う>みんなちゃんと飲食店でバイトをしろって思いますけどね。そう,いうそういうこと、そういうこと。ね、あこんなもんなんだ皿とかちゃんと洗わねえんだって分かるそうそうそう。そうそうそう,そう。食器の洗い方とかさ。 まあいいや <laughs>、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。